逆転裁判男女2人で実況プレイ。皆さんこんにちは。こんばんは。心リンクゲームズベイ君です。岡部です。では逆転裁判よみがえる逆転、はい、続きやっていきましょうか。やっていきましょうか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ前回第1話初めての逆転、はい、うクリアさせていただきました。そうですね。今回は第2話。2話です。逆転姉妹、はい、いきましょうか。逆転姉妹、またいろんな面白さなキャラクターが出ておりますの で、はい、そうですね、皆さんご期待くださいよ。おっと、じゃあパート1、1日目、はい、探偵編からいきましょう。進めていきましょう。お願いします。最多プララ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 ラ。そういう SE いるの？ピッお、はい、あやさとですけど、もしもし、私よ。これ全部やんの俺が。あ、ちひろお姉ちゃん、どうしたの？珍しいね。ごめんね、最近忙しくって。どう、元気？私はちひろさんやるわ。オッケー。あ、もう可愛い妹を一人でほったらかしてひどいなーなんて。大丈夫だよ、慣れちゃったから、一人暮らし。そう、ありがとう。あのね、実はちょっと頼みたいことがあるの。うん、あ、わかった。また証拠品扱れって言うんでしょ。よくわかったわね。今度の事件、ちょっと話が大きくなっていてね。うん、裁判の日までそばに置いておきたくなくて。で、今度は何？置き時計よ。時計？そう、考える人の形をしてて、なんと喋るのよ。うん、あなた好きでしょ、こういうおもちゃみたいなの。あー、また私のこと子供扱いした。ごめんなさい。あ、でも今はこの時計喋らないんだっけ。なんで？つまんない。さっき時計の機械を抜いちゃったから。時計の機械を抜いちゃった、はい、はい、覚えておいてください。代わりに書類が入っているの。書類？それが証拠品なの？なんか話がそれっぽくなってきたね。じゃあ今晩の9時頃事務所に来てくれるかしら。裁判の打ち合わせ多分その頃までかかるから。お姉ちゃん、また何か美味しいのご馳走したよね。あ、味噌ラーメンがいいな。味噌ラーメン。はいはい、じゃあいつものお店行こうね。やったー、約束だよ。じゃあお姉ちゃん、また後でね。うん、待ってるわよ。迷いです。ピー、ただいまの通話録音しました。9月5日午後9時27分ですわ。はい、覚えておいてください。姉妹ですね。はい、9月5日午後8時57分、はい、あやさと法律事務所、事務所お姉ちゃんの事務所ですな、これね。はい、どうぞ。じゃあミス千尋、もらっていくよ書類を。悪いけど渡せないわ、ここにはないもの。ミス千尋、嘘は下手みたいだね。ちゃんとあるじゃないか、そこに。書類を飲み込んだ、考える人がさ。おお、どうしてそれを。ははー、どんちゅうの、知らないのかい。僕は情報を集めるのが仕事なんだよ。油断したわ。ふん、それとちょっと気の毒なんだけど、君には約束してもらわなきゃならないことがあるんだ。エターナルサイレンス、永遠の沈黙をね。おお、はじゃあ、何考える人で千尋さんが、これも犯人わかるやつ。犯人わかるやつ。犯人黒くなかった。どんちゅうの、コナンかと思ったな、一瞬な。紳士服かな。そうやな、紳士服やな。データロード中でございますよ、はい、9月5日午後9時8分あやさと法律事務所、はい、はい、襲われちゃいました千尋さんが。うん、ふわ、すっかり遅くなっちまったぜ。ぜは言ってないな。おかしな象徴、帰っちゃったのかなぜ。だぜ。妹さんが遊びに来るからご飯食べに行こうって。てんてんてん、なんだこの匂い。千尋さん、象徴室か。おお、こっからもう、そう、こういうのができるんですよ、このゲームは。はいはいはい。まあ、でも移動ですね。今この血の匂いが気になる。千尋さん、所長の部署を確かめないと。OK。移動だ。移動するぜ。所長室。こんな感じでね、探索パートがあります。はい、荒らされてる。血の匂いだ。てん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 。お姉ちゃん。誰かいる。いたよー。
なあ、てんてんてん。所長。所長。そうなんです。はい。本当なんです、これ。これ本当です。二話目です、これ。これね、本当なんですよ。これ二話目です。君は。これね、本当なんですよ。めっちゃショックなんですけど。私もびっくりしたもん、本当に。てんてんてん。倒れちゃった。そう。これね、本当なんですよ。これね、気絶した少女を地獄所の様に寝かせて、僕は所長の様に戻ってきた。はい。本当です。本当にあった話なんです。所長の体にはまだ少しぬくもりが残っている。肩を抱く僕の手を通してはっきりと感じることができる。でもそのぬくもりは急速に、そして確実に、この手から失われていった。はい。千尋さんがお亡くなりになったという話です。そうなんです。2話目ですよ。2話目ですよ、これ。びっくりですよね。所長。さあ、画面スライドというのは、こっちで行ったり、こっちに行ったりするわけ。まあもちろん調べましょう。調べます。もちろん。はい。調べましょうよ、これね。所長。見るのも辛いけど、調べないわけにはいかないな。鈍器で頭部を殴られている。はい。多分即死だったんじゃないだろうか。死体のそばに転がっている考える人が狂気か。そこに考える人のデータを法廷記録にファイルした。狂気、本当は時計だがどう見ても置物、友人やはりが作った。皮肉ですよね。皮肉すぎる。それと所長の体の周りにガラスのかけらが散らばっている。はい。矢の奥に倒れているガラス製の電気スタンドの破片か。証拠品、ガラスの破片のデータを法廷記録にファイルした。ガラスの電気スタンドが壊れたもの、粉々になっている。はい、これも覚えておきましょう。はい。他にも手がかりになるようなものはありました。ありますな、どう見てもな。うん。チルさんの体から何か紙切れが落ちたぞ。左下ですね。はい。なんだろう。えい、ポン、タッ。小さな小麦に血で文字が書かれている。迷いとは。はい。だな、ちいさんが書いたのか。ちなみにこの紙切れはデパートの領収書で昨日発行されたものだ。証拠品、領収書のデータを法廷記録にファイルした。血文字が書かれている。裏面はデパートの領収書のようだ。とりあえず調べるのはこれぐらいでいいだろう。警察に通報。それにあの女の子とこの子も気になるな。そうなんですよ、気になるよね、あの可愛い子。気になる。気になるね。そうだ、とにかく警察に通報しよう。てんてんてん、この電話変だな。受話器のネジがいくつか外されている。何かの作業を途中でやめたような感じだ。来てー。もう早く来てー、お前さん。なんだなんだ、窓の向こうで叫び声が。あー、いた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 、目撃者ですか。いたいたいた、こいつこっちをじっと見つめてるぞ。受話器を握ってるような。おったわ。いましたね。もう俺ここの辺からあやふややぞ、記憶か。あいつはオリジナルの帳簿だ。所長の綺麗な字で数字がびっしり書かれている。小さなオフィスだけど結構儲かってるみたいだ。そんなこと言ってる場合ちゃうわ。とりあえずじゃあ、はい、はい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 、とりあえず移動しよう。移動です。スライドしてください。移動。事務所。ポーン。おう。さっきの女の子はどこだ。そこのソファに寝かせておいたのに、まさか逃げたのか。いたー。うわっ。ふう、脅かすなよ。あのさ、名前教えてくれないかな。てん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 、大丈夫、僕は事務所の人間だから。迷いですわ。あやさと迷い。あやさと迷い。あやさと迷い。迷いだって。千尋さんが書き残したのはこの子の子だったのか。ちょっとこの子にあの領収書を突きつけてみよう。法廷で覚えたテクニックが実生活で役に立つのな。わかりました。はい、突きつけまーす。早速突きつけましょう。これね、これ長押しして上に上です、はい、突きつける。千尋さん亡くなる前に自分の血でメッセージを。領収書の裏にね。あ、私の名前。どうして？お姉ちゃんが？どうして？落ち着いてくれ。なんでお姉ちゃんが私を？そんな目で見られてもな。ファン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 。パトカーだ、こっちに向かってるみたいだ。僕ら警察だ。え、これ俺？自分で言ったじゃん。自分で言ったんじゃないですか。来たー。来たー。糸の子です。自分は刑事課の糸の子切りというものっす。糸の子切り、変な名前だな。失礼だぞ。失礼だ、お前は変だぞ。ホテルの向かいのホテルの客から
殺人を目撃したという通報が入ったので駆けつけた。かっこいいな声。こんなんじゃないか。違うよ。そうか、あの女の人だな。じゃあちょっと頼んだ。まず3枚目だからね。ちょっと人の子頼んだ。一回やってみて。とりあえずあんたたちそこ覚えちゃダメっすよ。こんな感じね。うん。やれやれ。迷いちゃんか、まさかこの子が。わあ。あ、やるんですか。どうぞ。あ、いい先生やってください。ちょっといいっすか。か。この迷いという文字にここじゃないっす。てん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 。あのそれ、私の名前ナースト。これは被害者が血で書いたメモっす。息を引き取る間際犯人を告発したっす。あ、私はあれ、これはもう決まりっす。署まで来てもらうっす。無理やりですな。無理やりですな。はい、田中さんはでもこういう感じです。あ、こんな感じでね、突っ走る感じの人ですね。千尋さんの妹迷いちゃんは緊急逮捕された、はい、迷いってすごい感じやな、あれな。そうですね、僕も取り調べを受けて解放されたのは明け方だった。まぶたは重かったが眠られるわけがない。留置所の面会が始まる時間を待って僕はすぐに迷いちゃんに会いに行った。さあ迷いちゃん、はい、このゲームのヒロインでございます。そうです、ヒロインです。大人気キャラクターですよ、この女の子ね。そうです。5月6日午前9時7分、留置所面会室。可愛いんですよ、迷いちゃんはね。めちゃめちゃ可愛い迷いちゃん、すっかり犯人扱いか。これミレイちゃんが演じましたね。そうですね、映画見た人は。あの時の弁護士さん。おはようございます。おはよう。かわいそうに、随分疲れてるみたいだ。あなたが私の弁護士さんになるんですか。え、それはさあ、ここでどうするか。もちろん女の子を困っていたら私は助ける。うん。マニアとあれ、ここは元気づけてあげるべきだな。あ、もちろんそうだよ。だから元気出して。そうなんですか。なぜだ、さらに悲しげな顔になっちまった。あれ、どうしたのかな。僕じゃ不安とか。てんてんてん。だって信じてもらえるわけないもん、私のこと。あの時の弁護士さんの目、こいつが犯人だって。うんうんうん。そんな顔してたんだ。僕はそんな顔してたのか。ひどいな。ひどいな、こんな可愛い顔で泣いてんのによ。そうだよ。いやそんなことは。あ、いいんです。無理しなくても。てんてんてん。うん、それに私聞いちゃったから。え、何を？実はこの前、お姉ちゃんと電話で話したの。今日はね、私の部下の初舞台だったの。へえ、そうなんだ。で、どうだった？それはもうあらゆる意味で大騒ぎだったわ。正直やばかったわ。こんなこと久しぶり。へえ、そうなんだ。出来の悪い部下なんだね。ひでえ。彼は天才よ。まさに恐怖のツッコミ男と言ったところかしら。すごい名前だな。映画かこれ、ね、彼に足りないのはそう、経験だけ。ふーん、じゃあ私に何かあったらお願いしちゃおうかな。いい？迷い、今はまだダメ、あと3年待ちなさい。無罪になりたかったらね、という意味深発言。はい、言われちゃった。3年かって。うん。てん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 。あ、すみません、普通のこと言っちゃって。いや本当のことだし。でもやっぱりじっとしていられないんだ。千尋さんをあんな目に遭わせたやつのことを考えると。弁護士さん、よし、とりあえず話しましょうか。話しましょう。ボン。迷いのこと、君のことが知りたいんだ、はい、俺はもっと。あのさ、前からちょっと気になってたんだけど。はい。どうしてそんな格好？確かに。あ、これですか。これは見習いの修行者が着る装束の一種です。見習い？修行者？君は一体何なんだ？あ、別に私怪しいものじゃないですよ。ただの霊媒師です。修行中の。怪しすぎや、霊媒師。十分怪しい。はい。お、事件当日のことポン。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。はい。あの日の朝、お姉ちゃんから電話がありました。今度の裁判の証拠品を預かってくれって。うんうん、そうでした、そうでした。証拠品？はい。考える人の置き時計。やはりの作った例のやつか。でもなんであんなのが証拠品なのかな。なんででしたっけ。あ、そうだ。あ、どうぞどうぞ。よかったらその時のお姉ちゃんの話聞きますか。え、聞けるの。はい。私の携帯電話にその時の会話が。ナイスやな。なぜそんなことがしておいたのか録音してあるんだ。はい。
消し方知らないから。なるほどね、はい、携帯電話行きましょうか。はい、ボン、上から行くで。その携帯電話に録音されている会話だけど、早速聞かせてよ。はい。あれ、そうだ、電話あの刑事さんが持ってっちゃいました。すみません。あ、そう、そりゃそうだな。わかった、今度刑事さんに会ったら聞いてみるよ。じゃあ忘れないようにメモを書きますね。あ、ありがとう。迷いのメモを法廷記録に挟んだ。私の携帯電話にはお姉ちゃんと話したことが録音されています。これも大事ですね。はい、霊媒師に行きましょうか。あ、当日のこと増えてますから、まず霊媒師行くか。じゃあ霊媒師行きますか。はい、君は修行中の身なんだ。その霊媒師の。そうですよ。綾里家はとっても霊力が強い家系で、特に女性は。うん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 。ちょっと待って。あ、綾里家ってことは千尋さんも？もちろん。キャリアウーマンになるって急に山を降りちゃったけど、お姉ちゃんの霊力ほんとシャレにならなかったんですよ。知らなかった、あの千尋さんが。ん？待てよ。何ですか？本物の霊媒師なんだよね。はい、修行中ですけど。じゃあ千尋さんの霊を呼び出せばいいじゃないか。本人に直接誰に殺されたか聞いてみようよ。パーン。すみません、何分修行中の身ですから。そんな大それたことをとてもとても。やれやれ、そんな甘い話ないか。てん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 。あの、ん？どうしたの？すみません、お願いしたいことがあるんですけど。はい。このメモ、偉い弁護士さんの住所なんです。昔お姉ちゃんが書いてくれて、困った時はこの方に頼めば大丈夫だって。それでよかったら弁護をお願いしていただきたいなって。どうしよう。まあ引き受けましょうよこれね。そうだね、まあ引き受けましょうよ。引き受けます。話が進まない。あ、いいよ、頼んできてあげる。ありがとうございます。私他に頼める人がいなくて。てん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 。そういえば、そういえば、ご両親と頑張ってたのにな。頑張ってたのに。一応名前読んでたんですよ、ちゃんと。名前を見てちゃんと喋ろうとしてたんですけどね。てん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 。そうか。うん。僕に任せて。お願いします。明日10時からです。うん。明日？はい。もしこの人に断られたらどうするんだよ。その時は、国を選んでくれた弁護士さんが来るそうです。それはいつ？今日の4時まで待ってもらってます。面会時間ギリギリだな。もう時間がないぞ。わかった、また来るよ。じゃあ、よし、事件当日のことを聞きますぜ。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。嫌なことを思い出させて悪いけど。気にしないでください。最近はその話ばっかり繰り返していたから、うん、少し慣れちゃいました。あの日の朝お姉ちゃんから電話がありました。はい。今度の裁判の証拠品預かってくれっていう話で。やはりが作った例の考える人か。ある種連続殺人犯とも言うべき代物だな。それで事務所に着いたのがちょうど9時ぐらいでした。はい、ちょうど9時。はい。電気が消えていて、そして血の匂いがして、うん、そしてお姉ちゃんが。これ本当の話なんですよ。はい、わかった、もういいよ、ありがとう。というわけです。じゃあその弁護士さんっていう人に行きましょうか。行ってあげたらいいと思います。 OK、 ちょっと一回セーブしとくか。どうぞ。ここだセーブ大事やからね。大事です。よし、では移動する。移動します。星影法律事務所。法律事務所行きましょう。行こう。9月6日防衛時刻、星影法律事務所到着。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。